名前が決まったピンクのマンション。2024年9月2日月曜日、気温 56.2 度、湿度 72%、 天気晴れ。 P バーとシグナルたちが作ったピンクのマンションの名前はこの後ついに決まる。司会者はリッチモントで、発表はアンソニーピザ、そして建築理由は P バーだった。それではピンクのマンションを私たちが作ったことで早速司会したいなと思います。私はトミカプラレールタウンの市長リッチモントです。よろしくお願いします。ピンクのマンション作成発表者、アンソニーピザです。それでは私たちが2年前からこのマンションを作りました。なぜなら私たち5人が博士は博士でも、市長は市長でも、大統領は大統領で、このチームでマンション作らないと面白くないとクレームを受けられたからです。それで休み休みすることもなく、研究のことを忘れて途中で壊れたけど、いつの間にか元に戻っていました。それを見たグラスさんは少し怒ってたけど、途中から笑ってました。よくこれで戻れたね。そうだね、うん、面白いよ。ほんとだよね。パオーン。おや、今来たのはバイキンマンたちだ。そうだね。おのでアインシュタイン博士、よくも俺様たちに変な冗談を言ってくれたな。そうか、俺たちとどこに住んでいいんだ。どこでもいいだろう。あんたもよピーと、みーたちもざんすか。そうですよ、みんなには住み心地あるんですから。そうだな、ホラーマン。まあね、どこでも家はみんなそれぞれなんだよピーと。照れるぜ。褒めてないかも。ああ、ごめんごめん、一旦ごめん。なんか関係あんの、一旦ごめんと。え、何のこと。それではこれから建築理由について発表、コンハルのピーバーです。建築理由でしょ、だから緊張しないで。うん、建築理由は、この街でピンクのホテルないと住み心地がない人や落ち着きがない人もいるからです。このマンションについに名前が決まりました。その名も APGSMR ホテル。このマンションにどうぞいつでもお越しください。これで終わります。これも私たちが時々見に来て他の科学者にチェックしてもらってるのよ。ああ、こらこら、スピーチの最中にスマホいじっちゃダメじゃないか。ごめんなさい。申し訳ありません。パオーン、すいませんでした。バイバイキーン。あの、全部僕が悪いんです。サンキュートッピー。何ふざけてんじゃ。タットン、ガチで聞けよ。そうだ、ガチでやるよ。コンハルガチでスマホをいじって無視したの。この後話を聞いて最中に、このスマホ組がシグナルたちに怒られるのだった。 APGSMR ホテル、これからもよろしくね。サンキュー。こんばんは、僕はナギーヌ、ワンワン。今年も厳しい暑さ続くかな。もしこれで続いたら死んじゃうね。今日は3つですね。ガチンコ像は取り憑かれると何事真剣勝負、つまりガチにならなければならない。妖怪ショーじゃんけん、遊ぶな、もっとガチでやれよ、を引き起こす。やっほー、僕はつぶやきだよ。僕はいつもネットで誰かとお話ししてるから、今日は普通に話すね。妖怪不祥事案件、朝から晩まで誰に向けているわけもない。たらいのないことでもつぶやくことってあるよね、を引き起こすんだ。あれ、あんたいつも無口なくせに今日は普通に喋り出すとは。サンキュー入道が最後ですよ。読んでもいい？いいですよ。三級入道はとにかく大きな口で敵を食べてしまい、お腹がいっぱいになるとサンキューとちゃんとお礼を言ってくれるという妖怪不祥事案件。嬉しい時は感謝するのに、なぜか嫌な時に言われるとほんと困るを引き起こすんだよ。つぶやきさん、ちょっとさ、今日はよく喋りますね。照れるな。ぐっふっふっふ、じゃあメールしましょうか。